村で見た黒川能、織口忍。黒川の東京公演に先立つこと2ヶ月。私は偶然、あの村、黒川村に行き合わせて、能及び狂言を見ることができた。本市前後市場で話した通りである。そこで、上京公演の日も近いということを聞いたとき、私は、 これが果たして東京の目の肥えた、しかも高ぶった能の常連に、私どもの得たような深い感銘や同感を持たせられるかどうかと、黒川村の舞台、能役者、その他の敬虔な気分に刺激された共感から危ぶんだ。しかし、東京公演に対する能楽批評家の批評を聞いて、すべてが、 気有に過ぎなかっったことを知って私は黒川能のために大いに喜んだただし能楽としてだけ見るのではない我々つまり日本芸能全体の上に能楽を見かつ他の芸能と同じように扱っている我々にとっては多少不満足な批評も耳にしないではなかったそれは第一に狂言が 不評判だったことで私どもはどちらかといえば上座下座両座の太夫その他が努力して伝統を保っている能それ自体よりも実は狂言の方を高く評価すべきだと思っていたからであるこれは黒川能の人々にとっては名誉でないかもしれないが地方の芸能あるいは演劇的傾向のあるものとしては当然であり 意味がああるるのである黒川能が本道に生きて少なくとも現代に近いものとして役者にも村の人にも庄内人士にも同感を起こしなお多少でも伸びていくのは狂言の方にあるはずだと思ったところが東京では狂言に出てくる方言あるいは方言的発音に好感を持たなかったように聞いている。 これはののの性質上、確かに東京の農学愛好家の方が間違っていると思う。私の印象少なくとも村の生活の全面にわたって観察するには1週間くらい滞在する必要があるのだがほんの半日ばかりいた印象から言えばさすがに餃子の組織によって村人の心が整頓されているだけあって表情にも挙動にも 他村には見られない、ある官画とは言えないまでも、ある静けさが監取された。大体、私ども、芸能の行われる地方を見て歩いたものの経験からすれば、芸能の行われている村は、かえって立ちが悪いといった感じを持たされることが多い。ところが、黒川村は、私の別件では、非常に良い印象を受けた。これは、 今ののの社会ににおいいいてててたれているるが村人にも反映しているのだと言った方が適当だと思う東京公演の成績については私は他の能楽愛好家と変わった考えを持っているそれはこの黒川能が古代を現状に保持するとともに一時法的に変化を自由に加えているらしいところにある農評家の話も 多くこの点を中心として好意を示されたらしいがよくわかるということむやみにとらわれた甲賀というものに変していないということ地方風でありながら多少近代味が入ってきているという点にある明治時代に一度能楽が衰えた時期からその復興した後も引き続いて行われていた和泉長久同雄三郎等の行った テリハ狂言一類の能楽と三味線音楽および京米等を調和したものそれは能楽から言えば非常な堕落と言えるがある一面から見れば今後も能楽の生きていく道はこれに暗示せられていると思っているそれと黒川能とは一つに扱えないけれどもあの能が私を同感させたのも 今の能楽よりも古い姿を持ちながら新しい方向を含んでいるところがあるからだ。今後も一般の能楽や洋曲は刻一刻新しい芸術家によって変わっていくことは確からしい、そしていよいよお上品なものになっていく嫌いのある一面に、この黒川農の持っている良さを私たちはよく顧みてゆくべきだと思っている。こう言うと、 黒川農がむやみに立派に見えるが、私の言うのは農芸としてばかりでなく、演芸という方面を加味して、この能を批評しているわけなのだ。何にしても私は旅行中で見られなかったが、関んの舞台ではあの黒川の春日神社、両橋がかりを持った神社の内人とも言うべき場所で観能するような高骨鏡には入れなかったろうと思う。